私は中国チームの高齢期です。今回の天津大会は皆様のご声援のおかげで優勝することができました。現代卓球は非常に進んでいて、一つの動作ではいろんなことに対応することはできません。これからご覧になるビデオには私のすべての技術が入っています。それでは私のグリップから見てみましょう。フォアハンドの時は親指と人差し指の力を使います。バックハンドの時は人差し指を少し下ろします。基本姿勢はスタンスを肩幅よりやや広めに、膝を軽く曲げ、お腹を引いて前傾姿勢を取ります。フォアハンドから見てみましょう。次はフォアハンドドライブを見てみましょう。特に回転系とスピード系のドライブの違いに注目してください。
正手呢，做十五个正手拉，脚跟动了，脚稍微痛了。コア打ちをするときは手の動きよりも体を回転させ重心移動をしっかり行うことです。肩と腰の回転でバックスイングを取り、重心を右から左に移しながら体を回転させ、頂点でインパクトします。フォア打ちとドライブのフォームを比べてみましょう。基本的にはフォアハンドと同じですが、ドライブをかける場合はフォームを大きく取ります。次はバックハンドを見てみましょう。
バックハンドの時、ラケットをやや下に向け、前腕を中心に行います。強く打つ時は、ボールとの距離を取り、前腕と手首の力で強く打ちます。バックドライブを見てみましょう。バックドライブの時はバックハンドよりもっとラケットを下に向け、手首の力をもっと使うと同時に腰の力も加えます。バックハンドとバックドライブの違いはラケットの高さ、手首の使い方にあります。その違いを比べてみましょう。
ツッツキを見てみましょう。ツッツキの時はラケットをやや上に向けます。ボールをラケットの下の部分に当て手首を使って行います。からのバックハンド攻撃を見てみましょう。
バック攻撃の時は突きのボールに対して重心を低くし、重心を左から右に回転しながら手首を使って行います。戻ってくる上回転のボールに対してはラケットを高くし、前腕を中心に前方向にラケットを振ります。からのフォアハンド攻撃を見てみましょう。
突っつきからフォアハンド攻撃の時はバックと同じで、下回転のボールに対して重心を低く、上回転のボールに対して重心を高くします。大事なことは重心移動によって素早く戻ることです。クロスへのドライブを見てみましょう。バッククロスの時はボールのやや左側に当て、前腕と上腕の力を使います。ストレートの時はボールのやや右側に当て、前腕の力を中心に行います。
フォアクロスへのドライブを見てみましょう。フォアクロスの時はボールの右側に当て、体を回転させながらクロス方向にラケットを出します。ストレートの時は前腕上腕の力を使い、ボールの左側に当てラケットを前方向に出します。払いの練習を見てみましょう。払うときはまずボールの近くに行き、重心を右足に乗せます。手首を十分に使ってラケットの先端を回します。払った後は素早く重心移動を行うことです。それとボールの回転高さによって自分でラケットの角度を調整することです。
ストップからのフォア攻撃の練習を見てみましょう。この練習の目的は前後の動きにあります。ストップの時は十分に重心を乗せないと戻れなくなるので気をつけましょう。フットワークの練習を見てみましょう。フットワークの練習の時は来るボールを判断し重心移動を行い体を使って返球することが大事です。切り替えの練習を見てみましょう。
この練習もコース判断と重心移動が大事です。それでは最後に攻撃選手のサービスをご覧になってください。いかがでしたか？このビデオを参考にして練習に役立ててください。